次に玄馬健太郎君、玄馬君、立憲民主党の玄馬健太郎でございます。今日は質問の機会をいただきましてありがとうございました。今日は保育士について主に伺っていきたいと思います。まずあの大きな問題意識としてですね、保育士の方のまあ待遇、賃金というのは。 まああのいろんな改善の取り組みはされているものの、まだまだやっぱりあの低いというのが実態だと思います、まあ、保育士になりたいけれども、やっぱりその待遇がよくないことで人材が足りなくなっていると、まあ、こういった背景があるというふうに思います、あの処,遇改善加算処遇改善加算とかですね、いろんな取り組み、されておりますけれども、 えーまあ、この保育というまあ少子化対策にとって大切な分野で、まあ、人材確保がままならないというのは、すごく大きな課題の一つだと思いますが、まずあの大臣のです、ね、現在のこの保育士等の賃金や待遇についてのご見解を伺いたいと思います。坂本国務大臣 あの保育士の皆さん方の待遇改善、非常に重要な課題であるというふうに認識しております。あの平成25年度以降に月額4万4千円に加えまして、平成29年度からは技能、経験に応じた月額最大4万円の処遇改善を実施してきたところでございます。令和元年の厚生労働省の調査をもとに算出した保育士の年収は、 男女で約364万円、女性では362万円というふうになっております。女性保育士の年収を、女性の全産業平均の年収約388万円と比べますと、まだ約26万円の差があるというふうに認識しております。 玄馬君ありがとうございますあの今、えー、大臣が、えー、おっしゃっていただいたとおりそのあの、全産業の方の賃金との差がまあかなりあるということで、今あの、年収でおっしゃってくださいましたけれども、これをあの月額の、えー、賃金、そしてあ、まあ、あの当然、賞与もある,あるんですがあの、それを月額として見た場合に、これは、えー 事前に内閣からいただきましたけれども、女性の保育士の方の賃金が月額で30.2万円、そして全産業の女性の賃金が32.3万円ということで、この格差2.1万円を、まずは解消を目指すという目標設定をされているというふうに伺いました。ただです、ね あのそれはそれでえ大切なことですが、やっぱりこの男女の差っていうのはもっと大きくて、男,男性も入れると、男女の保育士の賃金は30.3万円、そして全産業で言えば41.7万円、これはやっぱり開きがあって、最終的にはこれをどう縮めていくかということがあの大切なことだと思います。ややりりり現場にに聞いいいてもも男性の保育士欲しいなという声が非常にありますでもやっぱり賃金が、えー 安くてなかなか男性が保育士になってくれないという悩みを抱えていらっしゃる現場もあるわけで、この女性の全産業と保育士の差を埋めるのを目標にするのではなくて、男女の全産業と保育士の賃金格差を埋めることを最終目標にしていただきたいと思いますが、そのことについてのご見解と、それからまずはということで、 女性間の差を埋めるということであれば、いつぐらいまでにどのように埋めていく方針なのか、お伺いしたいと思います坂本国務大臣職務改善につきましては、先ほど、まあ、発言したとおりでございますけれども、まあ、男女の格差につきましては、これからあ努力を続けていかなければいけないというふうに思っております。 女性につきましては、厚生労働省の調査をもとに算出した女性保育士の年収は、処遇改善の取り組みを始めた平成25年,とと25年度と比べますと、6年間で全国平均で約53万円増加をしております。また、女性の全産業平均の年収との差は、平成25年度の約45万円と比べまして、 19万円差が縮まっておりまして、一定程度の処遇改善の効果が出ているというふうに考えておりますあの、どちらにいたしましても、保育士の皆さん方、高い使命感を持って、そして保育の道を選ばれるわけでありますので、長く働いていただく、そのためにはやはり処遇改善というのを、普段の努力で整備していかなければいけない。 いうふうふに思っております引き続き、必要な支援を着実に実施をしてまいりたいと思っているところでございます現場君、はい。ありがとうございます。あの今、取り組まれていることが徐々にではあるけれども、成果が出ているということはあの、もちろん否定するものではありませんが、まあ、繰り返しになりますけれども、やっぱりもう目指すところは男女合わせた保育士の、えー、待遇と。 全産業の男女合わせた人たちの賃金との差を埋めるということだと思いますので、えーまああの、まずは女性だけっていうとです、ね、女性の方が賃金が低くて、えー、低いことをまあ容認しているようにも、あの今、やっぱりこうジェンダー、平等とかが大,大事な時代にです、ねえー、女性と男性と分けて、まず女性というのは、これはその女性の待遇の方が低いことを容認していることにもつながりかねないと思いますので、 ぜひ男女ととものの待遇格差を見ていいいたただきたいと思いますあのぜひよろしくお願いいたします。えー、それでその、まあ、この保育士不足のです、ねえー、まあ状況で、保育園が、保育所がどのようにして人材を確保しているかということに移っていきたいと思いますが、えー、今日は厚労省からも、専務官はじめおいでいただいて、ありがとうございます。あのー えー、事前にお伺いしたところ、まあ、保育士の就職件数を調べてみますと、まあ、平成30年、えー、ハローワークでは2万2千件ぐらい、えー、そして有料職業紹介、いわゆる人材バンクのようなです、ね、紹介業者、有料の手数料を取る紹介業者を通して、就職をした保育士の方は、まあ、大体1万8500件。これあの 平成27年は6000件だったんですね。で平成29年は1万1000件、そして、えー、平成30年には1万8000件とです、ね、もうどんどん増えていっている、有料職業紹介書を通した就職がどんどん増えていっているわけなんです。そして、えー、あの令和2年の12月に厚労省が行った保育分野における職業紹介事業のアンケート調査、これを見てもですね、 利用した採用方法はもう、すでに民間職業紹介事業所がハローワークを超えています、割合が。これはこれで、もしその需要とその供給がマッチして、保育士が欲しい保育所と、保育士になりたい方とのマッチングがうまくいっているんだったら、それはそれ,それだけの事象を見ればいいんですが。 やっぱりここにたびたび指摘されているとおりです、ね、高い手数料がかかっております、えー、事業者によっては25%から30%、えー、かなり高い手数料がかかっています、まあ、これ、アンケートの中にもありますが、えー、地域別で見てもです、ね、まあ、軒並み本当にまあ60万から80万、えー、政令指定都市でも、 あるいは東京23区はもちろん高いんですが、こういった非常に高額な手数料がかかっていると、これもですね手数料かかって、いい人材を確保できて、長く勤めていただけるなら、まだいいかもしれませんが、そこには例えば就職を斡旋されて、就職して、半年ぐらい、払い戻し金がかからなくなったときにもうやめて、次の紹介所に行くと。 そうすると保育所としては、手数料を1年に何回も払わなきゃいけないと、こういう事態にもなってくると、こういう問題もございます。これ、民間の普通の企業がですね人材募集する場合と、やっぱりこう、保育や医療や介護の場合は、ちょっと違うと思うんですね。これだけ保育士不足、少子化対策のための大切な保育所に、これだけの負担を迫っていると。 いう現状について、えー、様々他にも問題あると思いますが、えー、政府の見解あの教えていただきたいと思います。大熊厚生労働大臣政務官、お答えいたします、えー。現場委員の問題意識をこちらの方でも共有させていただいておりますが、えー、職業紹介事業者を通じてですね保育士の方を採用したまあ、保育所に対してですね。 アンケート調査を行いまして、昨年12月に公表させていただいております、878事業所で回答いただきまして、手数料額は平均で76.9万円ということで、先生ご指摘のとおりでございます、まあ。なかなかその中でも、他の採用経路では人材が確保できない。 あるいは確実に求職者を紹介してもらえる、まあ、迅速に求職者をです、ねまあ、本当困ったときに確保することができるというような理由で,です、ね、えー、必要とされていることも明らかになった一方で、アンケートの9割のまあ事業所のところで,です、ね、紹介手数料がやっぱり高いというような声も寄せられております。えー、大切なののはやっぱり紹介サービスの質とです、ね、それにに見合う手数料について 求人者側が納得感を持っていただけるようにしていくことが重要と考えております現場君。その、まあ、事業者の質と利用者の納得感ということなんですが、これが現場に聞くとです、ね、必ずしも納得感が得られているという状況とはやっぱり思えないわけですね。先ほど指摘したその手数料 それから、まあ、再就職、斡旋による、まあ、あの乗り換えというかです、ねえー、転職、えー、こういった問題に加えて、あの全然現場経験のないです、ね、新人がやってきたと、まあ、それで、まあ、高い手数料も取られてという、まあ、そういったケースもあるそうです、まあ、そういったことも含めてです、ね、えーまあ、やっぱりなんとか改善をしていただきたいし、まあ、特にその、 税金でこの保育っていう、保育所の運営されているわけで、まあ、そういった本来は、先ほど、坂本大臣にお伺いしたとおりですね、やっぱり賃金格差、もっと賃金に上乗せしてもらったりとか、もっと他のところで使わなきゃいけない税金が、こうした手数料に支払われていると、そういう状況について、再度、政府のご見解、もう一度教えていただきたいと思います。大厚生労働大臣政務官 紹介手数料の水準につきましては、これ、先ほどご指摘のとおり、保育だけでなく、医療、介護の分野も同じだというふうに考えておりますが、労働市場の受給の状況ですとか、求人の内容に応じて決定するために、なかなか一律に手数料の上限を設けるというのはです、ね、慎重な検討が必要だというふうには考えております。 さりながら、この紹介事業者を安心して選択できる環境整備していくことは重要であろうというふうに考えておりまして、例えば紹介事業者の手数料等の情報開示を義務化していく、あるいは厚労省では人材サービス総合サイトというのを設けておりまして、法令遵守を宣言した紹介事業者の公表といった取り組みをしております。 まあ今年度は医療、介護、保育分野における紹介事業職業紹介事業に関する協議会をです、ね、設置いたしまして、適正な紹介事業、職業紹介事業者の基準を策定を、まあ、年度内に予定しております。有料な紹介事業者に情報公開と説明責任を果たすことを求めることによって、労働市場における紹介事業者の役割を適切に果たせるようにしてまいりたいというふうに思っております。す 1、えっと、一つ、ちょっとあの細かなことをお伺いしたいんですが、まあ、問題の1つにです、ね、いわゆるお祝い金という、まあ、制度というか、お祝い金というものを使って、えー、転職をまあこう促すようなことをしている事業所もあるというふうに認識をしておりますが、そのあたりについて、何か対策は取られるでしょうか。大大厚生労働大臣政務官 あのここのケースについては、あの私もあの個人的に、えー、例えば病院ですとか、えー、そのようなことはよくあの耳にして、えーまあ、経営者の方からです、ね、大変困っているということは聞いておりました、またさまざまな事例も含めてです、ね、まあ、協議会でしっかりと詳細を把握しながらです、ね、これから検討を加えていきたいというふうに考えております賢馬君、えっと、お祝い金について、まだ何も、えー、ないということでよろしいんでしょうか。 えっと禁止していく方向のような、えー、お話を事前に伺ったんですが、大熊厚生労働大臣政務官、お答えいたします、えー。お祝い金につきましては、やはりあの四月1日から原則禁止ということで今あの予定をしておりまして、えー、そのことでお答えさせていただきたいと思います。健馬君、ありがとうございます、えー。先ほど政務官からご紹介いただいたですね、その人材 えー、ごめんなさい、サイトですね、あの厚労省が作っていらっしゃるサイト、人材サービス総合サイトですね、えー、この中で、えー、有料事業所の認定とかですね、えー、適合宣言をしてもらっているというご紹介がありました、でこれ、調べてみますと、あのえー、許可を得ているその人材紹介の事業所っていうのは、2万5600以上ありまして、 そのうち保育士の紹介をしている事業所は、平成30年度で245。この245の事業所のうち、先ほどご紹介のあった有料事業と認定をされた事業所というのは、わずか19ですね。そして、さらにこの245の保育士を紹介している事業所の中で、適合宣言。これはあの 自分たちでチェックして適合宣言ってやればいいだけなのに、これも56事業所しかないということです。まあ、これではあんまり実体的に効果があるとは思えません、えーまああの。ないよりいいのかもしれませんが、まあ、やるならもっと徹底的に、ね、245ある保育士を紹介している事業所に、もうみんなにのその認定を取ってもらうぐらいのことをやらないと。 えー、なかなかその納得感が得られる、現場が納得する人材を紹介してもらえるというサービスにならないというふうに思います、そこを改めて指摘をさせていただきたいと思います、加えて、ですね、えー、この人材サービス、えー、総合サイトですね、これ、私も見てみましたがあの、やっぱり分かりにくいです、すごく。 これはもうどの政府が作るホームページもそうなんですけど、まあ、作ったというだけであって、あの本当に分かりにくいし、私、最初、どう検索していいかも分からずに、ちょっと電話であの教えていただきながらしか、でやっと分かりました、で私がこの保育所の方からいろいろお話を聞いて、ですね自分が保育士になったと、保育士で就職先を探しているつもりになって、 どうやるだろうなと思ったら、これはあの政務官も同じだと思うんですが、まず検索しますよね、保育士転職とかですね、保育士就職、これやると、もう人材紹介会社がばーっと上に出てくるんです、厚労省のサイトは全然出てきません、2ページ目、3ページ目いっても、さっきおっしゃった人材サービス総合サイトは出てきません、これでたどり着けっていうのはやっぱり無理ですね、厚労省人材サービス総合サイトって検索すればもちろん出てきます。 でもそんなことを検索する人は誰もいません、やっぱり保育士になりたい人は、保育士就職で検索するんですよ、そのとき上に出てくるような対応っていうのも、これ、必要だと思うんですが、例えば広告を打つ,打つことも、ですねあの別に政府だからやっちゃいけないということはないと思いますし、なんとかそのこのせっかく作ったサイトに、まあ、もうちょっと中身は変えていただく必要があると思いますが、アクセスしてもらうことが大事だと思いますが、そのあたりについてのご見解をお願いしたいと思います。 大熊厚生労働大臣政務官。あのまあ、先生、ご指摘のとおり、えー、検索の面でもです、ね、例えば今あの、まあ、コロナで非常にあの、まあ、新卒なの方の、まあ、就職なんですとか、さまざまな問題というものがございまして、えー、その項も含めてです、ね、ご指摘のところを受け止めて、しっかりとあの前哨してまいりたいというふうに考えております玄馬君ぜひお願いします。 あのまあ、重ねますが、そのサイトの分かりやすさとです、ねえー、就職をしたいと思う人が、すぐこのサイトにアクセスして、有料の事業者が分かるように、そして、えー、人材を募集している事業所も、すぐここのサイトにたどり着いて、いい事業者に巡り合えるようにです、ね、それもやっぱり私あの、菅総理が目指しているデジタル化の大きなあのところだと思うんですよね。な何かそのやることを全てデジタル にす,るすればいいだけじゃなくて、そこからどう使うかということなので、あのぜひここは力を入れて、えー、改善をしていっていただきたいなというふうに思います。それからもう1点あの、やはり保育所さんとかに聞くとです、ねあの、ハローワークをちょっと充実させてもらいたいという声が多くあります。えー、この件について、えー、具体策が何かないか、教えていただきたいと思います。大大厚生労働大臣政務官 ご指摘のとおり、ハローワークは全国に展開しておりまして、私も視察に行かせていただいているんですが、人材確保対策コーナーというのを全国に設置いたしまして、保育分野をはじめとした人材確保支援を今実施しているところでございます。令和元年度はハローワークのの職業紹介でで全国で約2万人の 方々が保育士として就職いただいておりまして、令和三年度予算案においてはですね、これさらに強化を図りまして、この対策コーナー103カ所から111カ所という形でですね拡充をしてしっかりと人材確保支援をしてまいりたいというふうに思っております。またハローワークでは各地域の保育士また保育所支援センターと連携いたしまして保育士資格を持つ求職者に対して 研修やセミナーの情報提供、また就職説明会の合同開催などを実施しておりまして、引き続き厚生労働省としてあらゆる政策手段を用いまして保育士の人材確保に全力で取り組んでまいりたいと思います。玄馬君、ぜひお願いします。このハローワークについてもやっぱりデジタル化でですね、アクセスが簡単になるようにということと、それからあの今ご紹介いただいた通り令和元年が 2万人だとすると、えー、ハローワークを通して就職した保育士が、えー、平成29年の2万2千人からも減っているとで、おそらくですが、えー、もうこうす,ごくすごいスピードで、えー、件数が上がっている有料,業有料紹介事業所、えー、これが、まあ、もう逆転するんじゃないかなと思います、平成29年で2千人の差しかなくて、1万8千だったので。 もうとうとう逆転しちゃうんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこうした、あのこれこそやっぱり現場にとっては、あの非常に納得感が得やすいです、ね、あの制度だと思いますので、ハローワークの充実も併せてお願いしたいと思います。それから、えーまあ、いわゆる一斉保育と自由保育ということについて、少し伺っていきたいと思います。まあ、これもあの 地元のある保育所さんからちょっと伺った話なんですが、この保育の指針で,です、ね、保育にあたっては、一人一人の子どもの主体性を尊重し、子どもの自己肯定感が育まれるように対応していくことが重要であるということで、いわゆる自由保育というかです、ね、子どもの、一人一人の子どもの主体性に任せた保育をしているところも多くあるように聞いています。これはこれれはであの いいことだと思いますけれども、そのことによって、小学校に上がるときにです、ね、あの集団行動になかなかこのうまく切り替わらないというお声を、小学校から保育所がいただくんだということを多く聞いております。こうしたその、まあ、保育についての考え方とです、ね、小学校と保育所の連携、こうした壁を取り除くことに関連して、どのような取り組みをしているのか、教えていただきたいと思います。 大熊厚生労働大臣政務官保育所におきましては、生涯にわたる人間形成の基礎を培うためですね、一人一人の子どもの発達過程等に応じて保育を提供しているところでございまして。 保育所と小学校の接続というのは、まあ、保育が小学校以降の生活や学習の基盤となることに配慮した活動を行うことが重要だというふうに考えております。まあ、自由保育、まあ、一斉保育ということは、先生の方からご指摘いただきましたが、私もあの今、ちょうどあの1歳になったばかりの子育てをしておりまして、大変勉強をさせていただいております。その自由保育、一斉保育ということに関しての、まあ、厚生労働省としての定義というものはございませんが、一部の保育所において、まあ、子どもの自主性を重視した、 個々の子どもが興味関心を持つ活動を個別に行わせる保育の手法が採用されているということは承知しております。その中で、外形的なその保育の形態にかかわらず、あくまで個人としての子どもの発達と、集団としての経験を調和させながら保育を行うことが重要だと考えておりまして、このような保育所で提供される保育の基本原則等を、 保育所保育指針に定めるとともに周知を行いまして、各自地方自治体において、指針に基づいた適切に保育が提供されるようにです、ね、助言、指導を行っているものと承知しております玄馬君、ありがとうございますあの。事前に厚労省さんに伺ったところです、ね小学校との、小学校と保育所の連携についての課題っていうのどう認識されているかといったらお聞きしたら、まあ、子どもの,まあその発達の具合の 発達の状態の情報のまあ連携不足ということと、あとまあ保育所保育士としての知見、そして教師としての知見の、えー、まあこのなんていうんですか、す、えー、り合わせがないと、まあいう二つが課題として捉えていますということでした。で、今指摘したような自由保まあ一人一人の子の尊重と集団生活集団行動との まあそういった相互の問題は把握していませんかといったら、把握していないというふうにおっしゃっていました、まあ、ただやっぱり、今、私も地元で聞いたようにです、ね、そういった声がありますし、まあ、実際、これ、平成11年、かなりちょっと昔ですが、青少年問題に関する特別委員会の中でもです、ねえー、精神科医のお医者様が参考人で来られていて、ここでも指摘されているわけですね、そうした問題を。で、えー 学級崩壊の原因に結びつく原因の一つとなっているというふうにも指摘をされています。まあ、ですので、もしあのそう課題があると捉えていないんでしたら、ちょっとそれは改めていただいて、こうした課題もあるよということを前提に取り組んでいただきたいというふうに思います、えー、それから、すみません、坂本大臣に戻りまして、ちょっとあの保育士とは全然関係ないあの話題なんですが、 あの坂本大臣におかれましては、孤独・孤立対策担当大臣に新しくまあ任命をされました、まあ、その対策室が必要というふうに政府が判断した背景とです、ね、それから意気込みを大臣からお伺いしたいと思います。すすいませんん務務官はじめ厚労省さんあのもう結構ですね、はい、坂本国務大臣 えー、2月19日に孤独・孤立対策担当室を新たに設置をいたしました、専従体制、えー、常駐者6人、専従体制10人、そしてまあ総勢31人という夫人でございます。 あのこれまで、この孤立、孤独はいろんな自殺その他にもつながってまいりますので、それぞれの各省庁でやっておりました、高齢者自殺、そういったものは厚生労働省で、小中高校生あ大学生は文部科学省で、住まいの支援は国土交通省でというようなことで、それぞれの省庁でやってまいりましたけれども、長引くコロナの影響で、 非常にこの問題が顕在化をしてまいりました、自殺者数も2010年以来、増加に転じました、とりわけ女性の方、それから小中高校大学生の方、若い方々の自殺も増えてまいりました、まあ、そういったものを総合的にやはりこれから取り組んでいかなければいけないということで、私の方が一種の司令塔になりまして、 そして各関係省庁集まっていただいて連絡会議を開いて、そして調整をした上で総合的に孤独孤立対策として今後取り組んでまいりたいと思っているところであります。源マ君、ありがとうございます。あのまあ特にコロナがありまして、えー、非常に重要な課題になってくると思いますし、まあの期待も大きいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。あの私も先日。 OECD のグローバル議員ネットワークという会合に出させていただいたときに、やはりその世界的な問題として、あの今も、まあ、コロナが体に与える影響というのはもちろんですが、これからやっぱりメンタルヘルスに与える影響というのをあの主にその取り組んでいかなきゃいけないという、まあ、一つ、大きな議題の一つとして、それが扱われていたこともありました。 ですので、ますます大事になってくると思いますが、あのこれはあの参考人で結構なんですけれども、その現在、今、日本が抱える、まあ、孤独や孤立の問題の、まあ、状況と認識ですね、まあ、コロナの前から、えー、傾向としてはありましたが、コロナ前と、そしてコロナ後も含めての、えーまあ、この孤立、孤独問題の認識、そして併せて、えー 25日に昨日行われたというふうに聞いてますが、緊急フォーラムがあったというふうに伺っておりますけれども、ある予定というふうに聞いておりますが、それがあったのであれば、その中で出された意見やです、ね、これから取り組んでいくべき課題などについて、最後に教えていただきたいと思います内閣官房北孤孤独孤立対策担当室次長お答えいたします。 えと委員ご指摘のありました、あの孤独・孤立問題に対する、まあ、認識でございます。えー、これにつきましては、新型コロナの、まあ、流行前からも、えー、地域全体のつながりの強化、またあの生活困窮者支援、自殺防止対策、引きこもり支援など、まあ、各省庁において対策を行ってきたところは、あの委員ご指摘のとおりでございます。 一方で、昨年以降、新型コロナの流行が長期化する中で、女性や子どもを含め、自殺者が増加傾向にある、これは大臣からもご発言ありましたが、望まない孤独や社会的孤立というものが、より一層な深刻な状況になっているというふうに認識をしております。で政府の方でもでも、ね、あのまあ、生活に困窮し、住まいを失った、そういう方などに対する、まあ、アパート等への入居支援、 また定着の支援というもの、も、ま、しくは3次補正でも創設いたしましたセーフティーネット強化交付金を活用した自殺対策の強化というものも、あの取り組みの拡充ということをさせていただきました。まあ、今般あの、先ほど大臣からもあのご紹介ありましたあの、孤独・孤立対策担当室というものを設置をし、政府一体として、まあ、取り組みを進めていきたいというふうに思っております。であの緊急フォーラム につきましては、あの昨日でございますが、あの官邸において、あの孤独孤立を防ぎ、不安に寄り添うための、えー、緊急フォーラムということで、えー、開催をさせていただきまして、実際に支援活動に取り組まれているまあ NPO の方など10名の方からご意見をあの頂戴したところでございます。そういう中で、それぞれの工夫であるとかコロナ禍での工夫、もしくはあの現場からのその今後のごご提言と。 いいうものものお伺ししましたでこれはあの、まあ、個々にご紹介というよりか、これからこの、まあ、ご発言の中からの課題を洗い出しまして、えー、関係省庁としっかり連携しながら、あの検討を進めたいというふうに思います。またあの、その際、あの参加者の方からはあのメッセージをいただいておりまして、これはあの1枚のメッセージ集として、今あの、内閣官房のホームページにもあの資料として掲載をさせておりますので、あの私は1人じゃないと。 あ,のあなたは一人じゃないというふうなことで、えー、メッセージ集を公表させていただいております、えー、これをきっかけに、あの政府としてもさまざまな支援の存在を、えー、国民の皆さんに広く知ってもらいたいというふうにあの考えております、どうぞよろしくお願いします。玄馬君ありがとうございいままましししたたた終わりますこれにて玄馬健太郎君の質疑は終了いたしました 次に木村弥生君。